はい、皆さんおはようございます。太平ガロ TV です。さあ、いきなりですけども、皆さんラーメン屋さん、チェーン店いろいろあります。天下一品、第一朝日、ラーメン横綱、ラーメン二郎、来来亭、いろいろなラーメン屋さんのチェーン店ありますけども、皆さんどこがお好きですか？外国人に、一番好かれているラーメン屋さんのチェーン店、これですね、多分一覧じゃないですかね。これ、豚骨ラーメンですね。豚骨ラーメンの一覧が、こういう、なんでしょうね。袋ラーメン、インスタントラーメンを発売していました。喜ばれるとよって書いてありましたね。ですから、この、普通のラーメンより高い感じなんですけども、ですから今日どんな感じなのかなという、レビューをしていきたいと思います。食レポいうやつですかね。食べてみたいと思います。というか、ドンキホーテで安売りしてたんですね。在庫一斉セールというか、賞味期限が近づいてきたものが、かなり安くなってたので、それのついでに、この黒ラーメンも買ってきたという感じですけども、これなんかチャーシューの代わりになるんじゃないでしょうか。豚バラジャーキーね。これを、電子レンジでチンするなりなんなりして、これをチャーシューの代わりにして、そしておネギと、あれも、おネギとうずら卵も買ってきました。これを具に、この一蘭のラーメンを、作っていきましょう。そして、もう、この、なんでしょう、せっかく高かったラーメンですから、この、計量カップを買ってきまして、計量カップ通りに、ガチに作っていきたいと思います。このラーメンいくらするんでしょうね。この、天海ピチャー一蘭のラーメン知事370円ですね。税別なのかな。370円の税別で、この一蘭のインスタントラーメン、それでは早速この説明書通りに作っていきます。説明書通りの分量でいきましょう。まず美味しい召し上がり方。鍋に、500ml カップ2杯半、500ml の水を入れて沸騰させると書いてありますので、500ml もぴったり、ちょっと少ないかな、まあいいや、500ml 入れましょう。注ぎます。よしなんで鍋に水注ぐだけでこんなにドキドキ。これだけ400円しますからね。これは貴重に済みましょう。そして、これを沸騰させて麺を入れてから中火で茹でる。麺の硬さで、基本3分ということで、3分でいきましょう。そして麺がほぐれたら火を止めてスープを加えてよくかき混ぜて、丼に移して赤い秘伝の粉を加える。そしてチャーシュー、ネギ、キクラゲ、海苔などを加えるとより一層美味しく召し上がることができますということです。そして辛さが、これ、秘伝の粉ですね。ということなので、入れていきましょう。はい、沸騰しましたので、麺を投入します。さあ、ここから3分です。ここから3分待ちましょう。一蘭ラーメン、縮れ麺。縮れてるんですね。さあ、楽しみでございますけども、この一蘭だけではなくて、最近いろいろその、お店監修のラーメン、この何ですか、袋麺が増えておりまして、この井出商店さん、この本店で食べたところすごく美味しかったんで、これもいずれまた違う動画でレビューしてみたいと思います。はい、もう少し待ちましょう。で、必ず火を止めてからこのスープを入れなければいけないそうです。火を止めてからこのスープ、こちらからのどちらからでも切れますということで、鍋にこのスープを、はい、スープを入れました。そしてこのスープをかき混ぜるわけでございます。いい匂いしてきた。この豚骨のね、いい香り、この豚骨のいい香りがこの井出商店さんと結構ね、似てる部分がありますけども、このね、博多風豚骨ラーメン、九州の豚骨ラーメン、そして盛り付けでございます。これに近い感じで盛り付けていきましょう。さあ、盛り付け開始でございます。まずおネギでございますね。おネギをちょっとキクラゲがないんでね、キクラゲの分ネギでいっちゃいましょう。こ
こんくらいネギでね、塗ってありましょう。そしてこれですね、チャーシューかな、チャーシューをね、チャーシューで、そして、卵、はい、卵、うずら卵なんか入れちゃったりしてね、これあれね、キクラゲの代わりにもなるんじゃないですか、くん玉のうずら卵、これ100円ローソンに売ってます。そしてどうしましょう、いよいよこの秘伝のね、秘伝の粉を、一蘭特製秘伝の粉ということで、これ何でしょう、秘伝の粉は何なのかな、秘伝の粉はおそらくこれですね、唐辛子、胡椒、そこまで言うほど秘伝ではないと思うんですけど、はい、一蘭ラーメン、チヂレ麺、袋ラーメン完成でございます。こんな感じでいいですかね。さあそれでは早速いただいてみましょう。まずはスープからいただきましょう。あ、すごく深みのある味なんですけども、豚骨ラーメン特有の臭さがないですね、全くないですね。しかし旨味がたっぷりあります。たまりません。早速麺もいただいてみましょう。いただきます。うんうん、あーこれうまいですね、やっぱり。豚骨ラーメンなんですよ、すごく上品なんですよね。豚骨してないんでね、そんなに。で麺がねすごくいい感じですね。麺の縮れ具合といい、このまあ水分の風味加減といい、結構ねこれはこの縮れ麺っていうのがいいですね。なんか豚骨ラーメンってストレート麺が多いんですよ。ストレート細麺が多いんですけど、これいい感じです。はい、そしてこの唐辛子のね、香りがね、きますね。すごく豚骨ラーメンと合いますね。ただ入れすぎると、やっぱり辛いかなという感じはします。辛いのが苦手な方は、ね、半分ぐらいにしといた方がいいのかなという感じがします。うん、そして、チャーシューもいただいて、チャーシューじゃないけどね、チャーシューも、うん、やっぱ豚は美味しいですね。うん、鶏のラーメンも美味しいですけど、やっぱり豚のねコクにはかないませんよ、やっぱり。うん、いや、 やっぱり、豚骨ラーメンというとね、どうしてもその、まあ癖があるというか濃いというか、そういう感じはしますけども、すごく癖がない感じの、食べやすい感じのね、うん、一蘭の、ラーメンですね。はあ、これは外国の方にも受ける味ですね。ね、やっぱり心の底から芯から温まるラーメン、ちょっとお高い感じなんですけども、ちょっと奮発していつもの4倍ぐらいお金を出して、プロラーメンで、店のラーメンよりね、半額以下の値段で、食べられますから、皆さんもぜひ、こういうたまには、贅沢してみてはいかがでしょうか。一蘭のラーメン、一蘭袋ラーメンを、食べてみました。そして具材ケチらないようにね、皆さん、おネギは割いていります。そしてこのね卵ですが、この何ですか、半熟卵というかくん玉というか、なんかね、卵、これがあるだけで化けますよ、本当に。うん、ね、具はついてません。袋ラーメンですから具材はついてません。ですから、ね、その具材でねどんどんバージョンアップしていただきたいと思います。そしてこの何です、僕ね、ニワトリの卵よりねうずらの卵の方がね燻製ですし、味もついてますし、これの方が合うような美味しいような気がします。うん、なんかうずらの方がね
なんか味が濃いように思うんですけども、はい、うん、いや一蘭のねこのスープはね秘伝のスープでございました。これは3人しか知らなくて、3人一緒の飛行機に乗ったらその飛行機を押したら途絶えてしまうから、だから、同じ飛行機には乗らない、別々の飛行機に乗ると思う。これ違う店だったかな、それコカ・コーラだったかな、ケンタッキーフライドチキンだったかな、なんかでもそういう秘伝のね、スープだったりしました、これはちょっと何が入ってるか分かんないな。でも原材料表示、原材料表示見たら分かるかな。今日は一蘭のラーメン、ご紹介しました。